やれやれ言うからさ、なってるんだよ。あ、孫生まれた、おめでとう。長生きするんだよ、もう。でももう50ぐらい、今40代で孫ってね、おばあちゃんって言えないな。メガホンありがとう。46でおばあちゃんもなんかな、実感ない、不思議なもんで、46歳で孫できたら孫の成長が楽しみだから、もうすぐ死んじゃうな、もうおばあちゃん年取ってな。孫生まれる？まあ嬉しいようだけど、まあようやく死を考えるんじゃない？孫とか言ってたら楽しみ？あのね、俺もね、子供をね、見たいでしょ。ただね、セックスレスになっちゃってさ、今深刻なんだよね、全くやらなくなっちゃった。お前らさん、喫煙所どこですかね？喫煙所どこですか？緑と白の壁見えますよね。あれの裏です。ありがとうございます。赤復活した。だって孫の楽しみ、あ、早く歩かないかなとかってやってたら、もうすぐ年取っちゃうじゃん。あ、大谷ちゃん、ちょっと待ってな。T シャツをね、めんどくさがってるんだよ。うん。いや、もう、今日、もう明日ぐらいにはもう送るわ。T シャツね、送らないとな、もうずっと待たしてるから。あ、クルちゃんも性欲ない。俺も性欲ないんだよ。やばい、もう。女の子、いや、子供は男の方が可愛いぞ。うん、女よりやっぱ男の方がね、可愛いと思うけど。まあまあ、両方可愛いだろうけど。うん、今日は、いや、そういう話はあんましたくないな。よいしょ、よいしょ。はい、まあでもね、昨日が6時オープンだったんだよ。で、6時オープンだったから据え置き狙いをしようかな。ここだけの話ね。設定はいいけど、あんまり回ってない台がある。俺昨日データつけてる。すいません、ちょっと清掃してますんで開けといてください。ダメだ、もう中入れないわ。怒られてはないけど。カートン買いました。すいません、靴は中でお願いします。あれ、あれ、あん、リスナーも知ってないよね、俺。いや、怒られたから一回外に避難しただけなんですよ。知ってないよね。クール5ミリ、これ美味しいよ。吸いやすいしね。今月の携帯で払って、同じ。
って今コロナの状況はどうなの？相変わらずすごい。コロナやばい。どんどん増えてるんだ。東京がやばい。ちなみに、まあ、東京にはいないんだけどね。201日でやばいな。まだいる、あの新宿で騒いでるやつが。最近いない。成瀬さん、それトータル？俺もやばいな。密だしね。でも不休なんつだっけ、不眠不休なんだっけではないじゃん、仕事だから言うと。横浜流星誰だっけ、不要不急じゃないじゃん俺。もう生活かかってるから。鼻は感染したのかな。でもね、これみんな話してると思うけど、俺がやっぱ一番ショックだったのは、あのイケメン俳優いるじゃん、あの人の死だよね。誰だっけあのイケメン、川西浩平だっけ、網浦春馬。なんかさ、俺目線さ、まあ、イケメンじゃん。でまあ俳優としても成功してるし、どういう理由なんだろうね。そう、よく見えるから。浩平川西っていう俳優もいるじゃん。人気は出るけど、なんかちょいちょいやらかす。美容室行かないとな。俺さ、一日中帽子かぶってんだよ。気がついたらさ、頭洗ってもさ、あの 前に来なくなっちゃった。もういつもこの状態なんだけど、前髪が降りる時がないって。常にオールバック。テミ、お前元テルミだろ。名前変えてもバレてるから。ちょっと吸いだめしとくか。お、こんなに混んでるのに俺の周りからいなくなってくる人だ。配信者でよかった。あ、タカちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。毎回いらっしゃる。最近ちょこちょこやってるじゃん、夜さ、ゲーム配信。あれどうなの？需要ない？でも寝落ち枠にちょうどいいんじゃない？寝落ち枠に。
ちょうどよくない。こう惰性で見れる、うん。特に見る配信ないときに、まあ見れること。今の感じはやだよ。来月は旅するとだけ言っとくね、うん、ノリノリ出してるね。これやっぱあのなんだかんだそんな贅沢してないけど最近食うものは中尾とか、あ、中尾のね絶対食べてほしい食べ物あれ、冷やしごまだれうどん、あれほんとうまいよ。これ食べてほしい、冷やしごまだれうどん食べてほしいんだけど、そんな贅沢してないけど、まあ贅沢してると思うんだよ。だから8月はね西成行く、西成でもうやっぱり食のありがたみ、なんだっけ、あのいい住職、いい住職のありがたみを知るために1万ぐらい握りしめて西成行こうかなと。で西成ってね、あのあいい食住、西成って、あ、みちちゃんありがとうね、ありがとうございます。あの知られざる名店がいっぱいあるんで、うん、100円お好みのやつとか。お、仕事頑張ってね、トマサラちゃん。西成はね行こうと思う。あとまあダイエット企画やろう。1泊数百円泊まれるの。じゃあ1万円あったら何日生活できる？それやろうよ。でね、正直ね、あの一軒誘われてるのがあるんで、西成は大阪。ラララちゃんバカなの？誰でも知ってるよそれ。ダメだよそれ、恥かいちゃう。俺の枠ではないけど、一件だけね依頼が来てるよね。それどんな依頼か聞く。正直ね、パルが関東にいてもコラボしないぐらい俺もねコラボしたくないんだよ気分的に。パルパルも一緒に行きたいって、いや俺西成行くっていう話してないよ一切。ありがとうね花火。あ、ありがとう。あれくるちゃんと復縁して離れちゃったんじゃなかった？ありがとう。あ、旅に行きたいって。あー、コロナか。大阪は大丈夫なんじゃないの？あー、パルも一人だから。でもパルは俺個人的に好きなんだけど、こう俺の